新年明けましておめでとうございます。富士見市市長の星野光弘です。どうぞよろしくお願いいたします。2024年は辰年です。龍が雲を得て天に昇るように、オール富士見で大きく飛躍する一年にしましょう。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。手話で楽しもうのコーナーです。私は富士見市聴覚障害者の会の大沢です。私は富士見手話サークルの井浦です。このコーナーでは日常で使える簡単な手話をご紹介します。今月のテーマは正月です。皆さんも一緒に覚えましょう。正月、両手の人差し指を左右から手前に引き寄せます。明けましておめでとう。正月の手話をした後、すぼめた両手を上げながら開きます。餅、切り餅を持ち、口元から餅が伸びる様子を表します。初詣、片方の手の甲の上でもう片方の手の人差し指以外をすぼめながら上げた後、手を叩きます。紹介した手話をいくつか使ってみましょう。手話のコツ。手話は表情がとても大切です。手の動きに加えて、目や口の動きなど、表情を意識して表現しましょう。明けましておめでとう。今年のお正月は何をして過ごしたの？家族でお餅を食べたり、家でゆっくりしていたよ。そうなんだ。あと友達と初詣もしたよ。いいね。私も行ったよ。覚えられましたか？紹介した手話を覚えて気軽に話しかけてくださいね。またね。バイバイ。人によって話し方が違うように、手話も地域や年齢などによって表現方法が異なる場合があります。いろいろなろう者と手話で交流しながらコミュニケーションを楽しみましょう。